だからこう崩れるかこう崩れるか、遠い方の手でかかとを取って近い方の手で膝を触ったら、この膝をこちらへ回すという動きがあるんですけど、ふくらはぎの付け根のところを親指でガッと押してあげて、こうで、えで、ここで相手が倒れませんっていう、肩の位置はここでくの字になってるんで、あ、ここが膝だなっていうのが分かるんで、ここで、ここ引っ掛けたままにするぐらいの音が。ここで側頭で相手の膝を踏みます。割と普通に教わってきたので、何なんですか、本当はここで挟まったままで肘を決めたいけど、これで側頭でこのままスイッチそう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 、はい、これで肘が決まる。